硬め硬め。見てみましょう。いい感じでしょう。はい、もう当たってあります。12kg のウレア。これを後でトンカチかなんかで叩きながらこれイーカーに加えていく。これウレアあるところにね。はい、OK。はい、これからスケール2の仕上げをつけていきます。で、これが空になってしまったんですけど、読んでいくとね、ウレアが 12kg、グリセロール 500g、トライトン X が 5g って書いてます。で、これをね、まあ作る。で、5リッター作るんですけど、まあ、5リッター作るように、5リッター用のこういうカップを準備しました。で、まあ水を、まあ、水がこっちにある。で、ウレアなんですけど、結構な量なんで、これ、はい、もううちのラボではこんな風にがっちり 1.2 キロもう買ってまとめてあります。そしてグリセロールもそんなね、そんなちょびちょびなんかない使わないから、これやられるか。はい、これグリセロール、これ後でこれ測っていくと。で、トライトンがこれ量少ないんですけど、トライトンはもうここにあるんで、まあ、これを測っていけばいいかな。このウレアはもう測ってるんで、これ後で入れやすいようにこうバキバキに今叩くと大変なんで。で、まあ問題はこれでしょうね。はい、これちょっと測っていこうかなと思います。で、これさ、まあいいけど映像に撮るっていうのがこれそれなりに大変やな。はい、ちょっと一回止めよう。これね、絶対こんなガッガッて持ったらえらいことになるから、ちょっとちっちゃいなんかさ、入れ物に移された方がいいよね。セロールこのでかい瓶をドンってやってドカーンって落とすと大変なことになるから、先にこっちに、ね、こうやってしといて、で余ったらこれをこっちに戻すとかやらないと。怖いよね、あの測りのみたいな、いきなりこのでかいやつをかざすのが怖い。おお、怖いので、ちょっと先に。まあ、こんなもんでしょう。こうしといて、で、これで、これはですね、よいしょ。足りなかったらもっと足していくっていう。これで測っていくことにしましょう。もうちょっとそうしないと、ガーンっていったら怖いから。で、どうしようかな、この辺のやつ。まあいけるよな。よし。じゃーん。ちょっとじゃあこれ上手で持て。取れてるか。取れてるけど。OK。粘ってしてるから。OK。500。うん、501。まあ。まあいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。残りはまあこっちに入れとけばいいと。グラムなのね。これトライトン 5g です。ちょっといいんだな。あ、出てないっぽいな。まあ、そんなもん。はい、そんなに。よいしょ、OK。よいしょ。とりあえず役者は揃いました。はい、でウレア、はい、グリセロール、トライトン、なんでまあお水と、これね、スタマグネチックスターターをどのタイミングで入れるかっていうのもあるんだけどね、これ中でくるくる回るんだよ、これ中でくるくる回るんだけど、これもうね、先に入れて回しとかないと、もう確実に、まあ、2リッターぐらい、まあ、ちょっと先に水入れておこうかな。様子見ながら、私もこれ久しぶりにやるから。2リッターぐらいちょっと水入れて、ちょっと様子見ながらね、やるわ。あ、この、まあ、これはいいよね、これは。あんまりとかさ、トライトンとか、まあ、
これ余裕よ。余裕余裕。ちょっとこう、なんか残ってるから、ちょびっと入れてね。まあ、中に取られたらもったいないけどさ。もったいないし、まあ、せっかく測ったのに、溶かし込めてないのは、よろしくないから、まあ、こうやって、くるくる回しながら溶かしながらでさ、でまあこっちのその間にこいつをさ、よかったな、はいはい、これもまあ、ねっばーしとるわこれ、でまあこれももったいないとか、これで。回しながら、まあどうせ混ぜるんだから、まあこうなんか壁についてるよねみたいなのをこう落として。あれなんかちょっとしたら落ちてくるから、でも問題はこれをどうやるか、まあできればまあこうやって事前にほぐしておかないとこう絶対にうまくいかないから、ちょっと待って、ちょっとハンマー持ってきます。はい、ラボ備え付けのこのプラスチックハンマー&ウレアで、まあ軽くね、あんまり叩くと袋破れっから、袋が破れない程度にカチャカチャやって、でまあまああんまガーンと叩くと袋破けてさ、なんかこの黒いのが入ってあんま良くないんで、うん、まあこういう感じだよね。でそれやってる間にちょっとこっちもくるくる回したりとかして、ふいふい、わあこぼした、こぼしたいか、よくない、ちょっとこうこぼれるのはよくない、はい、ある程度こう、ほぐれてきた、ほぐれてきましたよと、よくほぐれてきましたよと、はい、いい感じいい感じ、この1回で買う単位がすさまじい、もうラボ、このラボ作ってからずっとここに2014年8月15日に購入したもんですけど、はい、ずっとうちのラボにあります。10年経ってもきっちり保存しておけば、10年経ってもまあきっちり保存していけば使えるってことなので、まあありがたいですよ。そしてまだ在庫はある。さあ粉入れていきますよ。はい、ちょっとね、見やすいようにちょっと近づけますね。これ多色の白い粉が、はい、入っていく様子がわかるのかな。はい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 、こちらこれは溶けるのか、はいはいはい、 OK、 頑張れ、ガンって入れたら止まるからねいきなり全部入れない、徐々に溶かす、出ないと止まる、出ないと止まります。でこの中のやつの肩、ああこぼした、よくない、これこぼすとよくないんだ。でこの穴をあんまりちゃんと開けずに、この穴から出て取れるサイズのやつを粉になって割れてるやつだよね。おおおおお、ああああああ、いけるか、わおい、わスターラー止まるんじゃないか、お頑張ってる。ああダメだダメだ。
スターラーが、スターラーが、スターラーがそう回り出したらおしまいよ。こうなるとね、ダメなのさ。戻れ、元の場所に戻れ。ダメだ、ダメだ、やられている。もう仕方ない。あー、これはちょっとやばいんじゃないか。頑張れ、手動でかき混ぜるから頑張ってくれ。あー、ダメだ、こんなでかいのが入ってるからダメだよ。ダメだ。戻ったのか、埋没したのか。ああ。待て。待て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 、ダメだ、これではダメだ。よし、一旦止めろ。マグネチックスターラーを救出せねば。あ、オッケー。ちょっと待て、君は少しの間休憩していなさい。私が手でかき混ぜる。出ないと、これは厳しいな。これ塊を入れたらダメだよ、これ。やっぱりさ、かなりガンガン砕いとかないと。で、こう塊はと、あー、いかんな。やっぱ粉の段階で。うん、ちょっと手動で溶かす。これでどうや。よし、ここでこの段階でマグネチックスターラー君投入。いけ、頑張れ。ダメだ。いや、回ってんのか。あー、中見えねえし、こいつなんだよ。ちょっと、あ、動いてるか。お、回ってんのか。よし、よし、オッケー。頑張れ。頑張れ。さあ、待って、これ残りまだこんだけあるけど、ちょっと休もう。はい。よし、こんだけ細かく、はい、はい、こんだけ。この曲砕いたからまあいいでしょう。これ腕やとかね、あんま目とかにシャーって入ったりしたらね、よくないもんでね。よし、入れてくよ。で、入れていくところをちょっとうまく取れるように角度変えましょう。そして、はい、少し寄せて入れるよ。これね、まあ、ここ気ぃつけて入れないと、いきなりバシャってさっきみたいにいきなり入れるとスターラーが埋もれてどうにもなんないから、はい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 、ゆっくりね、焦らず行くぞ。焦ってはいけない。
まあ回ってるな。よし、ザバーって入れるとこうスターラーが埋もれちゃうから、はいはい、あーっと、いかんといかんと、よし、オッケー、入った。あとは頑張れ。で、さっきからちょっとこう溶かし溶かし入れてるこれらもね、ちょっとずつ溶かしながら入れていきます。ストライトもね、かかったのもったいないけどね。うん、オッケー、で、このグリセロールも、グリセロールもこうじゃーっと混ぜながら、結構混ぜて、あいちゃん、これで大ちゃん、グリセロールの方が、まあ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 溶け込みましたね。トライコンしつこいな、これ残ってんな。要は洗剤、洗剤みたいな。海面活性剤。トライコン X100 だっけ、うん、よし、まあまあまあそんな感じ。あ、もうちょっと残ってんね。よしよしよし、まあいいでしょう。まあまあまあいいとしましょう。で、これで、まあ、溶けやすいように450ぐらいのところまで入れて、で、これで一晩ほったらかすと。一晩ほったらかさなくていいのかな。これで、一応これラップをね、ラップをこう上からかけておくと、あの、いいよねと。ちなみにこれ泡立ってるよ。泡立ってるから、ジャバジャバ混ぜるともう泡立って収集がつかなくなるから、まあ、これで、ペリッと、やっとくと。ね。はい、それでちゃんと。はい。はい、これでね、はい。で、じゃあ他の人もね、あれびっくりしないように、11月11日、金夜、はい、これよく書いとくとね、あの、なんだこの液体はってことにならない。誰か、なんか、まあ、最低限、日付と名前を書いとくとね、あそこのスターラーバー突っ込んで、あの、なんか回してる液体は何ですか、危ないものですか、危ないものだったらやめてくださいよって、誰なんだろうってことにならないので、何月何日の誰のもんだと、で入ってるもんも何であるかっていうのをちゃんと書ければまあいいしね、はい、はいはいはい、はい、お、予想外に溶けてる、予想外に溶けてる。で、一応ね、このね、このところの壁のところにね、こう水滴みたいな感じでついてくるけど、これ普通にこういうことになりますから。はい。急熱反応ってマスフレを溶かすと、なんで、まあ、ちょっと溶かしながら見ていくと。見ていくけど、まあ、この下のところにまだね、ゴロゴロしたのがあるから、まあ、これがなくなるまでちょっとずっと溶かしておきましょう。意外とその、早く溶けそう。1時間2時間したら見りゃいいかな、はい、これね、ここのとこほらまだこう塊があるんで、ほらほら回ってまして、こういう風になってたらスターラーがちゃんと機能しているってことなんでね、こうくるくる回ってるからスターラーがちゃんと機能してますよと。これがもうカカカカカカってあっち側とかこっち側とか飛び始めちゃうと、もうそれダメってことなので、まあ、そしたら手動で溶かすってことになります。はい、いやー、また10分ぐらい、10分と言わず、もうちょっとしっかり待ちましょうか。そうですね。
1時間ぐらいがっちり待ちましょう。はい、はい、待とう。はい、オッケー、よし、できてきた、できてきた、できてきたよ。まあこんなもんだね。はい、ちょっとこれ角度を変えて、よしね、5リッターになるまで、5リッターになるまでこうね、出していこうか。水をちょびちょび出していこう。ちょびちょび、あ、ちょびちょびじゃなくてもいいんだけど、いきなりドンっていってもいい。これで OK、 OK、はい、カチャリンコ、はい、スターラーばっかりしよう。ああ、ついてってるね。よいしょ、ああ、パタパタ落ちる。これで OK と。で、シャー、こっちにある、これね、ローグレードスケールって書いて、このスケールの方に注いだら終わり。入れた時に泡ボコボコになるんで、ほい、一応8リッター入る容器なんだけども、15リッター作るとまあその計算の上でもまあ5リッターぐらいが楽だったっていうだけじゃなくて、作った後にね、そのなんというか、その泡がほらビールの泡みたいな泡が出続けるんで、この泡を考慮した時にこれ出ちゃうのはしょうがないんでね、これの分も入れること考えると、その5リッターのやつに5リッターそのまんまだとさすがにこのうまくいかないじゃないのか。5リッターあんのか本当に、これ少なくないっすか、大丈夫っすか。あ、あるある、5リッター。これ、あ、10リッター入るんだ。10リッター入る容器です、これは。はい。半分まで。水なので、そのままず、そのままじゃなくて捨てちゃえばいい。で、これの中にそのスケールっていうオイルを作ってあるんで、これを入れます。あ、出てこない。アリザリンレッドがこれ出てきてますから、まあ、これをちょっと捨ててしまって、これの状態、この状態でもかなり透明感まで出てきてるんですけど、ね、まあ、もうちょっともう一押し透明にしたいなと。これ柔らかくなってきてるので結構気をつけていただきたいで、うん、これ透明にな、ちょっともうかなり透明になってきてるんですけども、赤いのがちょっと出てるので、これで、友洗いで流し込むわけじゃないけど、少し入れておいてあげて、で、早速今日作ったスケールを、使っていきましょう。はい、もうちょっとずつね、
透明になってきてますね。肋骨の部分とかかなり透けてるし、もうここで止めてしまってもいいんですよ。グリセロールに入れて止めてもいいですし、まで、やりすぎると前回のやつこれボロボロになってしまってますね。もうこのちょっとこれダメだな。はい、これだ。透明になってならないやつはグリセロールに入れます。